エルケトゥ・アーカトゥーは、モンゴルの前期白亜紀の地層で発見された恐竜の属。非常に長い首を持つティタノサウルス型類の竜脚類であった。模式種エルケトゥ・エリソニアーカトゥー・エリソニは、自然種博物館のクセップカとノレルによって2006年3月に記載された。その首は胴体の2倍の長さと推定され、これは体に対する首の比率の最長記録である。 可能性がある。E. エリソニの同志ーーは報告されていないので、正確な比率は不明であるが、講師の要素によって、胴体のおおよその大きさが示唆される。エルケトの長い首は、個々の椎骨が大きく伸びた結果である。頸椎の数が増加していたかどうかは不明である。頸椎全部の神経棘が分岐しており、それは別のユニークなティタノサウルス類の特徴でもある。 流脚類の系統発生解析では、基盤的な、ィタノサウルス類であり、ティタノサウリアに、最も禁煙であることが示唆されている。俗名は、モンゴルの創造神、テングリの別名、エルケツにちなんでいる。種商明は、アメリカ自然史博物館の古生物アーティストで、ノレルの親友でもある、グレッグ・エイリソンへの懸命である。ありがとうございます。